Gmail やカレンダーなどの Google のサービスと同期してみましょう Google アカウントを既にお持ちの方は HTC Desire の初回起動時に初期設定ウィザードで Google アカウントを設定してください Google アカウントをタップ次へをタップログインをタップご自分の Google アカウントを入力してください自動で同期されます ももちろん、後から設定すす。ることもできますメニューボタンを押し設定をタップアカウントと同期アカウントを追加グーグルをタップします以降は画面の指示に従ってください複数のグーグルアカウントを使用することもできます アカウントと同期でアカウントを追加をタップ先ほどのアカウント設定の時と同様の手順で2つ目以降のアカウントを入力してくださいアカウントが追加されます2つ目以降のアカウントでは g メール、連絡先のみ同期することができます g メールのアカウントを切り替えるには受信トレー上でメニューボタン アカウントをタップ、対象のアカウントを選択します。